ビーホワイトデー、なんかさ、すごいなんか特別な感じしたけど、ホワイトデーなんかあんまり実感ないなんか特別な日って感じしない。なんでだろう、人に会ってないからかな。普通にそれはある。バレンタインはさ、メンバーとかにあげていっぱいいろんな人と会ったけど、よし、まだいいな、これなら。最近髪が綺麗。違うの、全然違うの。これ綺麗に見えるじゃん。でも、まあ確かに綺麗なんですけど、最近本当にね、傷んできたのか乾燥なのか分かんないけど、パッサパサなの髪が。触ると、今ねオイルみたいの塗っててまだいいけど、なんてケパケパしてるんだよね。あんま分かんないショールームだと。最近乾燥すごい、多分乾燥すごいんだ多分。なんか顔もすっごいカサカサしてるんだよね最近。今日もさ、お化粧しようと思ってファンデーション塗ったらもうカサカサすぎて、へって思って、もうここら辺めっちゃカサカサなってたから、一回全部落としてまた保湿ちゃんとし直してやったけど、でもカサカサ。わかる？だよね、やっぱり乾燥すごいよね。前髪が良き、そう、前髪今日なんかピチッとなってる。なんか多分固めたからだ、すごい固まってる、動かない。乾燥やばいよね、やっぱ。そうだよね、喉が痒いとか。そうなの、聞いてください。私花粉症がひどくて、花粉症かどうかもわからないんですけど、とにかく夜になると目と鼻と喉と耳が痒くなるっていう現象がすごい続いてて、もう辛すぎてもう寝れなくて、この前やっと病院行ってきてアレルギーの検査してきたんですけど、まだ検査結果出てなくて、まだ聞きに行ってないからそれは分かんないですけど、でも病院でね薬もらって飲み始めたら、なんか治って、なんか全然痒くなくなった前ほど。もう痒くなる時はあるけど全然大丈夫、我慢できるぐらい、だから薬が効いてるのかな。でも最近さ、なんか天気悪くて湿度高くて花粉ないのかなとも思ったけど、そんなことないよね。薬が効きました。耳も痒くなるのも辛い。もう耳もさ、中もが痒か、中ってもうさ届かないからさ、耳かきしたりさするんだけど、全然髪を収まらなくて、かけばかくほど痒くなるんだよね。で、耳と喉のこのつながってるところが痛くなる、かきすぎて。もう辛かったね本当に。でも最近大丈夫。アレルギー検査の結果聞くのがね怖いな。でもね、普通に花粉症 ではあると思うんだよね。花粉症の他にもアレルギーがあるのかっていうのが知りたい。ホコリとか、ホコリとかだったとしてもさ、あのハウスダストだったとしてもさ、あれだよね、何の対処法も特にないよね。あの部屋をきれいにするぐらいしかないよ。でもレナ、なんか花とかお花とかもある気がする。香り、匂いアレルギーな気がする。はい、まあアレルギーの話は置いといて、こういう話してるとね、メインディッシュ、違う、今日はですね、今日はハッピーホワイトデーということで、
メインイベント、それもう最近日本語がさ、全然今日も喋ったの多分このショールームで、 あとさっきスタッフさんに挨拶したので初めてはい、今日はホワイトデーで、そして前日も暇だったのでとバレンタインのね材料が残ってたりしたので、昨日お菓子作りをしたんですけど、何だと思いますか？あ、そう、ケーキってツイッターに書いちゃった。ケーキなんですけど、前回バレンタインの余りのクリームチーズを使って作りました。正解は、ちょっと見た目がさ雑すぎてあんまりさジャジャンって見せたくない。あ、ちょっとお皿持ってくる。クリームチーズって言ったらもうチーズケーキしかないね。ちょっとお皿持ってきていいですか？ただいま。めっちゃダッシュしてきた。ほら前髪崩れてない、固めてるから。ちょっと雑だから、これね、あれスタッフさんとかいたらあげようって思ってね、何個か持ってきたんだけどね、スタッフさんがね2人しかいなかったから2人に渡しましたいきまーす。じゃじゃーん、これはチーズスフレ、チーズスフレを作ったつもりです。ちょっと予定外、もっとねこんなにしたかったんだけど、めっちゃいい匂い、あ、チーズとちょっと焦げた匂いが混ざって香りは最高ですね。美味しそうでしょ、よかった。まだこれさ味見してないんですけど、でもさっきスタッフさんにあげて美味しいって言ったので美味しいとは思います。じゃあこのケーキと思います。一人寂しく、これは実はこれ言ったらちょっと手抜き感出るかもしれないけど、炊飯器で作りました。多分ねオーブンとかで蒸し焼きしたらもっとふっくらしたんだけど、炊飯器だから限界でした。これが、それではいただきたいと思います。これ見て、断面見てほしい、このずっしり詰まったケーキめっちゃ綺麗じゃない？クリーム 5g 使った、あ、135g だ。ということでいただきたいと思います。匂いは、まあ、さっき言った通り食レポしますね。じゃあまず最初から。それでは今回はこちらチーズスフレを食べていきたいと思います。それではいただきます。香りはですね、すごいチーズの香りが強いんですけど、ほのかにちょっとなんていうの、香ばしい香りもして、この断面の多分茶色い部分が香ばしい香りがしますね。それではいただきたいと思います。見た目はもうめちゃくちゃ綺麗です、この断面とかも。それではいただきます。うん、
なんかスフレ、ちゃんとスフレ、なんかふわふわ、でもふわふわっていうよりもなんか、なんていうの、なんかしっとり強めのスフレ、めちゃくちゃ美味しい。あとこれヨーグルトも入れたんですけど、ヨーグルトがそのチーズの強い味をちょっと優しくしてくれてる感じがすごいします。美味しい。これ一緒に食べれちゃう。多分今分けて食べてるけど、二口でいけた本当は。隠し味はヨーグルトですね。あとバニラエッセンスも入れた。レシピに書いてなかったけど、私お菓子作り基本あの容量分量適当なんですよね。おいしい。あとさ、あと3個が炊飯器だから量これぐらいのホール、ちっちゃい割と。でもこれで冷蔵庫にあったクリームチーズ全部使う。どうぞ。ラストだよラスト。いただきます。あ、待って、コメント見ながら食べたら入んなかった、恥ずかしい。ちょうどいい、本当にちょうどいい。みんなに食べてほしい。甘すぎないチーズケーキ、女子力高いな。女子力ね、全然高くないけど、最近料理してるからちょっと女子力ついてきたかも。はい、ごちそうさまでした。美味しかった。これ3個全部いけるんだけど、これ作り方ね意外と簡単、意外じゃないか、簡単です。まずクリームチーズ 150g ぐらい、 100g でも何 g でもいい。チーズの味がちょっと濃いかどうかって感じだから、100から 150g ぐらい入れて、クリームチーズだけでまずこう混ぜて、私この時にねクリームチーズこう混ぜても溶けないからチンしちゃったんですよ。そしたらダマが残っちゃって、だからチンするのは失敗だったなって思いました。でもなんとか頑張ってうーってやって潰したけど、だから普通にクリームチーズだけで混ぜて、その後に卵をあの黄身、卵黄と卵白に分けて、卵黄の方だけを3個ぶっこんで混ぜて、あと何入れたっけな、あ、その前にちょっと卵をちょっと戻して、クリームチーズの後にバターをちょっぴり 20g ぐらい入れます。まあ、これも多くても少なくても多かったら美味しいでしょうって感じで入れて、でさっきちょっと戻した卵もう一回卵をポンって入れて混ぜて混ぜて混ぜて、卵入れてるとちょっと滑らかになっていく。でその後に何入れたっけな、ちょっと忘れた、なんだっけ、あ、コーンスターチを入れました。私はでも多分ホットケーキミックスとか薄力粉とでも美味しいと思う。コーンスターチを何だっけな、忘れた、まあ、適当に入れて
レモン汁をちょっと小さじ2ぐらい、あとバニラエッセンスを2滴入れたかな。あと何やったっけ。それで混ぜて多分 OK。 それはで、あと卵白、卵黄、残った方の卵黄。コーンスターチって何ですか。コーンスターチはお菓子作りとかに使うコーン、トウモロコシでできた粉で、卵白をメレンゲに しました。スフレを作るには卵白をメレンゲにしなきゃいけません。でその時にぐるぐるって混ぜながら、機械でやったんですけど、こっちは機械のウィーンってやつ、なんて言うんだこれ、もう名前が出てこない。え、メレンゲ、メレンゲじゃない、なんて、スフレ、なんゲレンデ、え、メレンゲだよね、え。あ、そう、ハンドミキサーでメレンゲを作って、3回に分けて砂糖を 50g ぐらいを入れて、最初混ぜて泡立ってきたら砂糖3分の1入れて、もう一回混ぜてちょっとクリーミーになってきたら入れて、最後混ぜて、もう完成してきたらまた3個目入れて、最後の砂糖入れて、ウィーンってやって持ち上がった時に生クリームみたいにクイーンってちょっと説明下手くそすぎるなってたら完成。それでさっき作った生地に3回に分けて入れて、こう混ぜるように混ぜて、混ぜるように混ぜてって、なんか気泡が抜けないようにあんまりサクサクやつる目で、なんかふわんと軽く混ぜて、優しく混ぜて3回に分けてね。そしてその生地を炊飯器に突っ込んで、ケーキにピッピッピッってやって、ケーキっていうのをセットして、あ、ヨーグルト忘れてた。そう、ヨーグルトも入れた。あ、ヨーグルトと牛乳も入れました、生地に。ちょっとメレンゲ戻して、その前にヨーグルトと牛乳も入れます、ちょっと。でメレンゲ入れて混ぜて、それで型に入れて炊飯器で炊くだけ。でもケーキの機能がなくてもできると思う。でもね、絶対炊飯器よりはあのレンジじゃなくてオーブン、トースターでやった方がふっくらすると思う。でも全然炊飯器でも美味しくできました。はい、完成。やっぱお腹空いてきた、ちょっと食べたら。お昼まだ食べてない。本当はショールームの前に食べようと思ったんだけど、お腹空かなくて。え、最近ね、お腹すくまで我慢するってことを覚えた、ってことをできるようになってきた。今まではなんかお腹空かなくても、なんかもうお昼の時間になったらとりあえずご飯を食べたいっていう気持ちになってたけど、最近ちょっと大人になってきました。時間で食べ、うん、まあでもお昼はまあ2時までには、大人になったわけじゃないか、でもちゃんとした時間に食べた方がいいのか。3食でも3食きっちり食べた方がいいって言うけどさ、結局3食きっちり食べたらさ太るんよね。え、ケーキお昼ご飯、あ、でも今日はもうお昼いっか。なんか小さい頃、小さくはないけど結構なんか食べてもなんかお腹空いてないのに食べる、いっぱい食べるっていうのを続けてる時期があって、その時はもう太りましたね。
してない方がダメだし。でもさ、それ言うじゃん。でもさ、結局さ、食べない方が痩せるんだよね。まあ、健康的ではないかもしれないけど。夜食しなきゃ大丈夫。夜食はしない。昨日はね、もう6時前に夕飯食べた。そしたらもう夜中グーグーで、もう辛かった。あ、でもどうしても我慢できなくてスルメイカ食べた。アタリイカ、スルメイカ食べて我慢してた。ちょっと早すぎたね、6時前は。でも9時過ぎたらもう食べないようにはしてます。適切な時間に適切な量、その適切な量ができないんだよね。お腹空いてたらもうめちゃくちゃ食べちゃう。それがダメなのか。運動しよう。それな、運動したい。すっごい喉乾いた今。でも私食べても体重そんな変わんないんですよね。顔に出る本当に。あと太ももとか。ファッション見せて。今日はちょっとね、あんまり可愛くないから見せたくない。すごい地味な服着てる。ドカ食い、ドカ食いね。でも今そんなしたいと思わない。めちゃくちゃお腹空いたっていう風にならないんだよね最近。なんでだろう、運動してないからか。そうだ、やばい、歌っちゃった。すごいね。今ちょっと鼻歌で歌った歌なんですけど、あいみょんさんのさ、最新曲のさよならの今日にって歌、皆さん知ってますか？新曲のこの前 M ステでやってた。この曲もめちゃくちゃ好きでさ、もう毎日毎日聴いてる。朝晩聴いてる。すごい、なんか好きな歌詞の一部があって、ちょっと歌えないから歌詞で言うんですけど、明日が来るの、あ、明日が来ることは分かる、昨日が戻らない、戻らない、昨日が、ちょっと歌わなきゃ分かんない。明日が来ることは分かる、昨日が戻らないのは知ってる。だ、その歌詞のそのフレーズ、からのサビって、明日が来るのは分かる、昨日が戻らないの、戻らないのも知ってる、できればやり直したいけれど、でサビに入るんですけど、めちゃくちゃいい曲だから聴いてほしい。ちょっと歌いたくなっちゃった。めちゃくちゃ歌いたい。すっごい関係ない話してきたけど、すごい目に止まってきちゃった、止まっちゃった。昨日マグロ丼食べた。大トロ、中トロ、赤身、ネギトロ。何それ、ずるい。めちゃくちゃ食べた。ちょっとさ、今日夜マグロ食べよっかな。最近ネギトロ、ネギトロにハマってる。なんかマグロ、ネギトロってさ、マグロをさ、こう叩いただけじゃん。なのになんであんなに味変わるんだろうって、すごい不思議。ネギトロの甘みが、甘い感じがめちゃくちゃ好き。白子とウニも食べたい、わかる。でもその2つはね、高いから。ネギトロはね、スーパーで割となんか安くなってたりする。夜行くと
ネギトロ食べたい。今日ネギトロ食べよう。安くなってないかな。最近さ、スーパーでさ、安くなってる、スーパーだけでもないけど安くなってる商品を探すのにハマってる。得したい、少しでも得して買い物したい。笑うアイナゴ店が楽しみ。私も楽しみ。そう、3月19日に6時半から NGT 劇場で、無観客ではあるんですけど、トークイベントが行われるんですけど、その名前が、そのタイトルが笑うアイナゴ展っていう、ちょっと聞いたことあるようなタイトルなんですけど、多分じゃなくて、アイナが MC やって、それでメンバーがその MC のお題に沿ってトークするっていう、そのままだと思うんですけど、今アイニャがさ、ツイッターでね、その番組内で話す、番組じゃない、そのトークイベント内で話すエピソード、お題とので、テーマとエピソードを募集してるので、ぜひまだ言ってないよって方はアイニャのツイッターまでよろしくお願いします。書いたよ。そう、なんかメンバーに話してほしいエピソード、メンバーに話してほしい書いて送ってほしいです。楽しみだな。笑うアイニャ、アイニャ、アイナゴ展。アイナが MC って時点で、だからタイトルの時点でおもろい。最近さ、アイナのさ、とかでの面白さがね、爆発してる。なんかアイナって結構初期の頃とかはさ、優等生キャラみたいな、キャラじゃないか、優等生でもすごいしっかりしてるんですよ。だからなんかファンの人から見ても、そのしっかりした部分しか見えてなくて、結構優等生みたいな感じの立ち位置だったんですけど、でもね、その時でも、最初のその優等生みたいな立ち位置だった時でも、裏ではすっごいめちゃくちゃおもろかったんですよ。それを私知ってたから、それもっとステージで出した方がいいよとかもね、言ってたり、そういう話をしたりする時期もありました。だからアイナがこうやってね、アイナの本当の面白さを出してくれて嬉しい、私は。え、あと1分、早っ。いつの間にかいじられキャラに。ね、本当だよね。もう劇場の時みんなにいじられまく倒されてるよね。逆に私昔ほどいじられなくなったかもしんない。いじられキャラってほどではなかったけど、結構なんかバカキャラみたいな感じでいじられてた気がする。そうじゃなかったっけ。最近は頭いいキャラだから、そう、生徒派アイドルだから。おバカキャラ卒業。そう、アイナと逆転しちゃったかも。逆転まではしてないか。ということで、もう30分経ったのかな。あと1分って言ってたけど、多分もう経ったと思うので、そろそろ終わりにしたいと思います。え、本当に30分どうしよう。私はこの後お昼ご飯を食べるべきか、それとももうこの時間になってしまったから夜ご飯と一緒にするべきか。そして夜はマグロ丼じゃない、ネギトロ丼を食べると決めている。
野菜、あ、そうだね、サラダとかだけ食べよう。そうしまーす。ということで30分あっという間でしたが、見てくださった皆さんありがとうございました。ケーキ美味しかったです。皆さんにも本当に食べてほしかったんですけど、残念ながら食べてもらえないのでお伝えしました、美味しさを。それではありがとうございました。バイバーイ。また配信します。ハッピーホワイトデー。